ボンの再生数の中心は日本ですが、すでに海外の iTunes ヒップホップアルバムランキングにもランクインしており、海外のファン層も着実に増えています。ナンンバーアンダーアダライン愛の新曲、ボンがリリースされ、わずか1日半で YouTube の MV 再生数が1000万回を突破し、日本の男性アーティストとして最速記録を更新しました。このニュースは、音楽業界に大きな波紋を呼び起こし、 ナンバーアンダーライン愛のグローバルな人気の高さを証明するものとなりました。しかし、この成功の背後には、ファンコミュニティの力とグループの戦略的な取り組みが大きく寄与していることを見逃しては、なりません。ボンの MV は、盆栽や盆踊りといった日本の伝統的な要素を取り入れつつ、激しいラップやダンス、お笑いやシュールな演出が複雑に組み合わさった意欲作です。 この独特のコンセプトが視聴者の心をつかみ、瞬く間に再生数を押し上げたのです。MV は現在、再生数が1400万回を突破し、YouTube の日本の1位はもちろん、グローバルでも2位を獲得するなど、様々なチャートで高い評価を得ています。n ンバーアン Underline I のデビュー曲、GoTo も、YouTube のグローバルランキングで1位を獲得するなど、 デビュー前から多くのファンを持つグループとして知られていました。そのため、新曲、ボンの成功も予想の範囲内と言えるかもしれません。しかし、ゴートとボンでは、その背景にあるファンコミュニティの活動に明確な違いがあります。特に、今回はファンの活動が世界を意識したものにシフトしている点が注目されます。ナンバーアンダーライン I のメンバーは元踊り子海外志向が強く、 前の事務所を退所してからも SNS アカウントは基本的に英語表記を優先するなど海外進出を明確に意識して活動しています。新曲、ボンでも m v に1 0カ国語の翻訳字幕を対応させるなどグローバルな視聴者に向けた配慮が見られます。これにより世界中のファンが容易に楽曲を楽しむことができ再生数の増加にもつながっているのです。 ナンバーアンダーライン愛が所属する事務所であるトベは昨年9月に SNS ガイドラインを策定しファンが SNS を活用してアーティストを応援しやすい環境を整えましたこれはアーティストの活動を SNS を通じて海外のファンに広げやすくするための取り組みの一つですさらにスポティファイとの連携により海外の屋外広告も積極的に展開し ナンバーアンダーラインアイの認知度向上に努めています。こうした戦略的な取り組みにより、ナンバーアンダーラインアイのファンの活動も進化し、海外展開を後押しするスタイルへと変化してきました。ファンコミュニティの活動の一環として注目されるのが、ステーションヘッドというアプリを使った推し活です。ステーションヘッドは音楽配信アプリであり、 Spotify や Apple Music の有料プランに加入しているユーザーが音楽を聴くことで、その再生数がそれぞれの音楽配信サービスのチャートにカウントされるという特徴を持っています。通常のライブ配信サービスとは異なり、ステーションヘッドでは同時に多くの人が一つの曲を聴くことで、その再生数がビルボードのチャートに反映される仕組みです。日本では Spotify や Apple Music の有料ユーザーがまだ少ないため、 このアプリは大きな流行には至っていません。しかし、ナンバーアンダーラインアイのファンコミュニティでは、早くからこのアプリを活用し、リスニングパーティーを開催してきました。特に、ナンバーアンダーラインアイがコーチェラに出演した後、共演したジャクソン13のファンコミュニティと共同でリスニングパーティーを開催する動きも見られました。この企画には4000人以上の参加者が集まり、 ファンコミュニティの強い結束力と熱意が感じられました。このようなファン活動に刺激を受け、ナンバーアンダーライン愛 i 公式もリスニングパーティーを開催する流れとなり、5月28日にはメンバーが参加する公式のリスニングパーティーが行われました。こうした活動は、ファンとアーティストが一体となって楽曲を広める力となり、再生数の増加やチャート上昇に寄与しています。また、リアクション動画の増加も、 ボンの成功に大きな役割を果たしています。ユーチューバーたちが楽曲や MV にリアクションを撮影し、その動画が多くの視聴者に共有されることで、さらに多くの人々がボンを知るきっかけとなっています。ファンたちはこれらのリアクション動画に積極的にコメントを残し、n ンバーアン Underline I の詳細を紹介することで、さらなる広がりを見せています。このように n ンバーアン Underline I のファンコミュニティは、 アーミーが BTS を支えたように、ナンバーアンダーラインアイの海外進出を強力にサポートしています。デビューから半年も経たないうちに、ボンの成功を達成したナンバーアンダーラインアイとそのファンたちの活動は、今後どこまで広がりを見せるのか、非常に楽しみです。現在、ボンの再生数の中心は日本ですが、すでに海外の iTunes ヒップホップアルバムランキングにもランクインしており、 海外のファン層も着実に増えています。この成功の背景には、ファンとアーティストが一体となった地道な活動があり、それが世界中の音楽ファンに届く結果となっています。今後も、ナンバーアンダーライン愛とそのファンコミュニティの成長と進化を見守り、応援し続けたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンは、単なるヒット曲にとどまらず、ファンコミュニティの力と、 アーティストの戦略的な取り組みが融合した結果として生まれた成功例です。この成功は今後の音楽業界においても新たなスタンダードとなり、多くのアーティストやファンコミュニティに影響を与えることでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛がどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、そしてその挑戦をファンたちがどのようにサポートしていくのか目が離せません。未来の音楽シーンにおいて、 ナンバーアンダーラインアイとそのファンがどのような存在となるのか、その行方を楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンがリリースされ、わずか1日半で YouTube の MV 再生数が1000万回を突破し、日本の男性アーティストとして最速記録を更新しました。このニュースは、音楽業界に大きな波紋を呼び起こし、ナンバーアンダーラインアイのグローバルな人気の高さを証明するものとなりました。 しかし、この成功の背後には、ファンコミュニティの力とグループの戦略的な取り組みが大きく寄与していることを見逃しては、なりません。ボンの MV は、盆栽や盆踊りといった日本の伝統的な要素を取り入れつつ、激しいラップやダンス、お笑いやシュールな演出が複雑に組み合わさった意欲作です。この独特のコンセプトが視聴者の心をつかみ、瞬く間に再生数を押し上げたのです。MV は現在、 再生数が1400万回を突破し、YouTube の日本の1位はもちろん、グローバルでも2位を獲得するなど、様々なチャートで高い評価を得ています。ナンバーアンダーラインアイのデビュー曲、g o トも、YouTube のグローバルランキングで1位を獲得するなど、デビュー前から多くのファンを持つグループとして知られていました。そのため、新曲、ボンの成功も予想の範囲内と言えるかもしれません。しかし、 ゴートとボンでは、その背景にあるファンコミュニティの活動に明確な違いがあります。特に、今回はファンの活動が世界を意識したものにシフトしている点が注目されます。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは元踊り次海外志向が強く、前の事務所を対処してからも SNS アカウントは基本的に英語表記を優先するなど、海外進出を明確に意識して活動しています。 新曲、ボンでも MV に10カ国語の翻訳字幕を対応させるなど、グローバルな視聴者に向けた配慮が見られます。これにより、世界中のファンが容易に楽曲を楽しむことができ、再生数の増加にもつながっているのです。